Hai minasan, konnichiwa. Selamat siang semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang. Nah, di uh, di corner ya, di segmen uh, ngobrol Jepang bareng kali ini saya mengajak nih mahasiswa dari eh, Cukyu Kaiwa ya, eh anak UPI ini ya, keren-keren ya. Hai, eto Indonesia Kyoiku Daigaku Nihongo Kyoiku Gakka no Gakse desu. De, konkai wa desu ne, ano no eh shigoto についてちょっと私たちねあの議論したいと思いますでえっ、ー、とまあこの動画見てる皆さんはなんかコメントとか質問とかがあったらぜひコメント欄の方に書いてくださいねまあ我々またねあの、えー、そのコメントを見て え答えるかもしれないので、まあ、よろしくお願いします。OK で、えー、とちょっとじゃ簡単な自己紹介、名前と趣味ね。はい、お願いします。えっ、ー、と、なしわさんから、なしわさん。はい、おはようございます。おはようございます。うん、あ私はなしわらいだと申しますあ。私の趣味は料理です。料理ですね。うん、料理作る方はい。

すごい。えー、なんか食べたいですね。<laughs> ぜひ、なしわさん、今度作ってくれるのかな <laughs> はい。なしわさん、なんかカメラの位置がもうちょっとこんな感じにしてできるかな<う>はいはい、そう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 ,そう。OK。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ、なしわさんは料理があの好きですね。はい。はい、じゃあ次、次、えー、ザラさん、ザラさん、お願いします。 はい、あ、私の名前は、あ、ザラングリポトリです。えっと、スミは、泳ぐこと、泳ぐすることです。へえ、水泳ですね。いつから水泳できるようになったんですか。えっと、毎月。うん、あ、いつから、子供の時から。できるようになったのが。うん。友達と。うん。いつから。

という言えるんですかね <laughs> はい。で、えっと、ザラさんは、その、水泳は毎週。やってるんですね、今ね。すごいですね。健康的ですね。はい。<え> OK。はい。じゃあ、ありがとうございます。次、俳優さん、俳優さん。はい。えっと、私は、はい、みちょくさんです。えっと、趣味は、アニメを見ることです。 わあ、アニメ出た。だいたい日本語学ぶ理由は何ですか？アニメを見ることですとかですよね。はい、いつからアニメをあの見るんですか？あ中学生。中学生の時から。はい、その時流行ってたアニメのタイトルは何でしたか？あエンジェルビーツ。エンジェルビーツ。 そのテーマはどんなテーマスポーツとか何かいや。このアニメは、えっと、アフターライブ。アフターライブ。アフターライブ。シとデうですかんい。また、アフターライブ。

えー、今もその例えばえっ、ー、とインターネットで見れるんですか見れるんですね。今度私もちょっとあの見てみます。はい、ありがとうございます。じゃあ次はですね、ト r i さん。はい、うん、ト r i さん、お願いします。先生。あ はじめまして、私は、ティアテーニングルームです。わの趣味は、わたはさんの同じです。うん、料理が。料理料理、うん、を作ることですね。えー、そうなんですね。どんな料理をよく作ってますか

いろんな料理できますよね。卵からね。はい。なるほど。はい。じゃあ次はありがとうございます。次はピアナさん。ピアナさん、どうぞ。はい、先生お。おはようございます。おはようございます。私の名前はティアナです。うん、私の趣味はとゲームをすることです、うん。ゲーム、何のゲームですかオンラインゲームとか はい、オンラインゲームです。えあの、どんな感じのえっと、モバイルレジェンド、<ー>オンレンド。うん<ー>、はいう。はい、結構皆さんやってるゲームですよね。はい、1日何時間ゲームやってますかええー、うん、まあ、2時、2時、2時,2時です。 2時間2 2時間2時間間ぐらいね、あのー、ゲームをやってますね。まあ少ない方ですね、あのー。ある人はもう20時間とかすごいね食べずに、うん、寝ずにあの、うん、ずっとあのゲームやってる人もいますのでねティアナさんは少ない方ですね。はーい。ティアナさんはちょっと体調が悪いので、えー、とカメラオンにできないですね。 わ、うん、かりました。はい、えー、t r さん、もしね、あの、頑張って、ちょっとカメラをお願いします。はい。えー、で、今回はですね、あの、皆さんもちょっと資料読んだと思うんですけれども、えっ、ー、と、将来の仕事ですね、について、ちょっと一緒に、えっ、ー、と、まあ、会話しましょうね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、まず、ザラさん、ザラさん、あの、その、 Nayo, deh, ne. Siro, kara, waqtu kota, kota, itu, shigoto wa, uh, hmm. uh, itu, saya apa? Kayak pekerjaannya itu mengenai uh, pekerjaannya menggunakan IT gitu. Ada pekerjaan yang Uh, tidak bisa menggunakan IT gitu. Jadi seperti eh no, uh, no, de, Nihongo de Hai. Itu itu. Itu internet no rio no zoka to kigyo uh, no uh, saito ya uh, densi soto hiki no uh, churyoku yori uh, IT engineer no kazu 今後も続すると予想されます、うん。と書いてありますね。はい。将来にはやっぱり IT という関係の仕事が増えていると思いますね。で、この、えー、と資料からですね、まあ、これは、えー、とブログなんですけれども、で2024年ですよね。まあ、2023年12月。 あたり変信されたあの内容ですけれども、まあ、この人はですね、えーと、仕事の将来性を考えるポイント、ね、将来どんな仕事があの皆さん、ね、あの会社側が必要としているのはどんなものなのかなというのが書いてありますね。で、えー、となんか えっと、12ですよね。例えば、AI の仕事ですよね。で、えっ、ー、と、IT エンジニア。1位はですね、IT エンジニア。で、それから2位は、えっ、ー、と、デジタルマーケティング。まあ、これは、マーケティングは、もうただ、 ね、あの、紙とかじゃなくて、もうオンラインでですね、今はもうショッピーとかですよね、もう本当にライブあのやってる人いっぱいいると思いますけれども、まあそんな感じに、えっ、ー、とね、皆さん売ってるんですよね。はい。で、次は3位からは何でしょうか、俳優さん。3位からは何ですか将来、仕事ができそうなの。はい。 はい、先生はい、三位は三位から五位まで、なんでしょうか三位からうん五位まで。えっと、うんサンイ医療リオカンケイ、イリオネ、イ、うん、の仕事ですかえっと、ロー。 うん、ちょっとだけはい2のところですねはい2は将来性のある仕事ランキングベースト12というところにねはい1位は IT エンジニアが一番ねまあ必要とされる仕事だろうなというふうにねで次はデジタルマーケーティングですねウェブあ広告関連の仕事で3位は 何ですか三位。シリオありますかシリオ見ながら。お願いします。シリオ。ね。はい。なしわさん、どうでしょうかなしわさん。3位は何でしょうかはい。か、はいうん、う医療関連の仕事。うん。それから医療関連の仕事。まあ、お医者さんですよね。看護師さんですよね。はい はい。で、4位はあークリエイターショップ。クリエイターショップ。これは例えば何でしょうかあ<ー>。そこにあります。そこにあります。ウェブ。お。あ、すみません。<laughs> ウェブデザイナーですよね。はい。ウェブデザイナー。それから。 ライターですね。はい、ライター。パンウリシやライターですよね。はい。ケー、あとは、動画編集。ね、動画編集。エディ o r 動画ね、フィデオや。はい。じゃあ、次は、ちょっと、えっと、TRISAN、教えてください。はい、次は、 語彙は何ですか語彙。ウルタンクリマ。はい。語彙は何ですかそこに書いてあるの。語彙はあ、ちょっと先生。はい。語彙はコンサルタントですよね。はい。<laughs> うんうん。コンサルタント。k 営人材、IT。まあ、コンサルタントですよね。 はい。で、えーと、このコンサルタントはやっぱりロボットができないものですからね。多分必要とされるんですね。はい。で、次は何でしょうかははいティアナさんは何ですかそこに書いてあるの。イン,シンインシニュロボット先生。うんまあ、日本語でロボットの。あー ちょっと先生。ロボットエンジニアですよね、はい、ロボットのエンジニア、うん。ロボットエンジニアね。はい。で、次は何ないわ何ですかティアナさん。何ないは何ないはえー。かいかいごし。かいごし。か、うん、って誰ですか

保育に保育関連の仕事ですよね。保育関連ね。保育関連の仕事は例えば、まあ、あのグルテカとかですよね。ベビシッターとかも入っているかもしれない。まあ、でも、ここでは保育士とか、えー、と学童の先生など、まあえー、と子供の先生、ねはい。子供を世話する。 し仕事ですよね。ねええー、と、きゅういわ。ゆさん、き位は公認コ、はい、認ン、コーン、コーン、カイシャ、コン、カイシャ、ごめんごめん、コ認ン、カイケイ。コ<し>ーン、カイケイ、シコン、カイケイ、シそれから、ゼツ、ゼツ、ゼツ、絶 ああはい。で、oh, uh, eh, これはまあ、eh, 例えば皆さんビジネスをやるときには、毎年、ね、税金払わないといけないですよね。コニにね、ハルスバヤパジャケアケナガラヤ、ハロブビジネスや。で、自分ではもう、あれこれあれこれ、ニューリオクシテムズカで、この人にお願いしたらできる。ね。 はい。仕事がこの人にお願いして、まあ、あの税金の関係はその人がやってくれますね。ねはい。えー、で、次は、はい、何ですか ?10 位,位には何かありますか<あ>うん。建築。建築ですね。はい、はい。それから、土木。

えと設計する人と、また、あ、てる人とかね、含めてですね。はい。で、次は何ですか次は、はい、えっと、はい、先生。建設あ、違う違うシンリネ。シンリね。シンリ。シンリカウンセラー。カウンセラー。うん、今もね、 たぶんアノ、あのストレス、シすいとかですよねあアはなんかもうストレス、ってしまったらツネ、ね、デプレッシデシヨネ、ウツニ、ナリア、ソイ、アノデ、カウンセラーが必要になテキマスネ、ハイ。えー、そういうことであとサイゴア、サイゴアナンですかナシワさん、サイゴ。マネジメント、ショック。 うん、マネジメントショク。また、あ、例えばこれはメネジャーとかですよね。はい、うんえー。カパラバギアンとかなんかそういう。ーーうん、そうそう、リーダーの,あの仕事が必要とされるというところですよね。はい。ということで、ここ見てたら、皆さん、日本語の通訳とかないね。<laughs> 日本語の通訳とか翻訳とかないね。 わ危ない私たちの仕事はどうしよう <laughs> というところどうでしょうかあザラさんどう思いますかはいうんあのこのリスト見てたら将来日本語の先生とかえっ、ー、とえー、日本語の通訳日本語の翻訳とかいう仕事は入ってないですよちょっと心配心配じゃない どうあの私はどうしよう将来どんな仕事しようかなとかザラさんはどんな仕事したいですか将来、えっと、私はあマネジメントおマネジメントしたいのはいあじゃあ今今は日本語とかねあの日本語教育勉強してるんですけれどもじゃあマネジメントはあのいつ勉強する予定ですか Hmm. My... Gimana sih? Hmm. Eto, eh, sekarang kan belajar bahasa Jepang ya sama belajar pendidikannya. Jadi kapan mau belajar manajemennya? Itsu, yote wa. ada rencana? 例えば、大学卒業してから、もう一回大学に入るとか、うん、大学卒業してから、また大学で、マナブですか、うん、はい、うんえー。すごいですね。勉強好きですね。ええー、なんかね、じゃあ、二つね学部持ってるってことですね、うん、ドアグラーなんて、や、エスペデ、エスペデアパ。 SS。b <laughs> u SS、アペヤ、サージャナエコノミー。SS。Oh, <laughs> はい、<laughs> そうですね。なるほど。なぜ、ザラさんは、だから、このマネジメントの方に仕事したいということですね。はい。えっ、ー、と、ハユ <laughs> さんは、将来、翻訳通訳とか、いう仕事したいですかまたはこ、ここの中からなんか一つ入っているとかなんか。うんどうですか はい、えっと、IT エンジニア。IT エンジニア。はい、わこれもまた難しいそうですけれども、はい、俳優さんは基礎持ってるんですかはい、えっと、うん、あ今日も、うん、えっとあ、プログラム、プログラム、うん、勉強する。うん

あの何使ってプログラミングの勉強してるんですか？と何？あ、uh, <Web design. S 2>、ウェブデザイン。ウェブデザインです。はい。テンプレートとかはすでにあるんですか？え、eh, はい、テンプレート。テンプレート。もうすでにあるものですか？sudah ada template nya g あ、テンプレ l ト ゼロからのゼロからのもありますね。そのその勉強は毎日何時間やってますかえっと、うん、ああ時々ですね、はい、はい、時々で なるほどわかりました。はいじゃあ、俳優さんは、もうまさに、その一位ですね。将来必要とされる仕事、今ちょっと、はい、勉強中ということですね。じゃあ、日本語の先生とかやらないね。もう。ああ、ファンディー。 一番はその IT エンジニアとして仕事をやりたい。とととねね、えー、次はもししでできなかかったたら日本語の先生 <laughs> というところですよわ、ね、りました、はいえー、じゃあ、なしわさんはどうでしょうかあ私は、うん、2番目、デジタルマッーィーング。私は コピーライティング、興味がある、うんです、えー。コピーライティング、興味があるんですね、えーえー。それはいつから興味持つようになったんですかああ、<笑><笑>最近興味がある。<laughs> 12月から、うんうん、YouTube で、うん、勉強します。 あそう、えー、このあ、あれですか、コピーライティングですよね。具体的には大体どんな感じですかやっぱり、こう、記事を書いたりとか、どんな仕事ですかあポスター。ポスター作ったり。うん、なるほど。あはいうん、まあ、今、すごいね、カンファとかすごい便利ですね、はい、それを使って。 ですねはいそのための勉強は、一日何時間あの作ってますかあ、うんうん、私はパスターを作るが長い時間かかります。うん、どれぐらいん、うん、レフィシー、レフィシー、レフィシー。うん、編集、編集。はい、ね 編集して編集してって感じですね。なるほど。わかりました。はい。うん、えー、ジャマ、あの、よかったですね。あの、ザラさん、ハユさん、ナシワさんは、まあ、あ関連のあるね。このリストに入ってる仕事をやろうとしてるのがすごいですね。ちょっと安心しましたね。はい。トリアティアさんはどうですかはい、先生、うん、私は。 ジュイチレンク心理カ心理カウンセラーへえー、心理カウンセラーになるんですねはいへえー、この心理カウンセラーもまた勉強しないといけないとは思うんですけれどもまたえっ、ー、とザラさんと同じくゼロからまた大学に入るんですかはい先生、うん uh, 私は心理あ、uh, Uh, masuk gitu eh uh, Sindri Shinri... Gakuga gak uh, kuga hmm. eh Suki desu ka? Hai, Suki, Suki desu. Hmm. Demo eh uh, gak bisa gitu nah, Apanya yang gak bisa? Eh uh, masuknya gak bisa masuk jurusan. Masuk oh, hai. Heeh, uh, Naruhodo hai daigaku no gak Gakuga 心理学学科には入れなかったので、日本語教育学科に入りましたね。はい。はいえー、じゃえー、そうしたら、日本語が使えなくなるんじゃないですか大丈夫ですかあ大丈夫です。先生大丈夫。はい。まあ、そうですね。できれば、小学金ね、あの、日本に行けるチャンスがあったらいいかもしれないですね。それで日本でちょっと心理学の勉強。 うん、できるといいかもしれないですよね。うん、はい。わかりました。オッケー、まあえー、またひと安心ですね。ティアナさんはどうでしょうかえ私は保育関連の仕事。日本語の先生になりたい。うん、あ<っ>、うん、子供にですか、はいうん なるほど。はい。これ、保育関連の仕事というのは保育士なので、えっ、ー、と、あれですね。何、うん、ですか、えー、デイケア。はい。ね。まあ、あの、最近ね、子供から日本語の勉強というのもあるので、多分、面白そうですね。ティアナさん、子供好きですか はい、子供好きです、うん。なるほど。まあ、子供からね、えっと、日本語、英語、インドネシア語、スンダ語、4 <laughs> つの言語を学ぶというのが可能かもしれないですよね。はい。うん、じゃあ、ティアナさんは、今もなんかその子供の教育とか、そういう本とか読んでるんですかはい、先生、うん。うん そうなんですね。すごいなんか、あのー、皆さん、あの、ザラさんも俳優さんもね、ナシワさんも、トリアタさんも、ティアナさんも、すごい、えっ、ー、と、日本語の先生、まあまあ、ちょっと日本語の先生ね、ティアナさん、あるんですけども、 なんか私ちょっとびっくりしました。皆さんの将来の仕事はあんまり日本語と関連のない仕事があの言ってくれるのがなんかちょっとびっくりしました。うんえっと、そういうあのあ私はこの仕事したいというのがいつから考え始めたんですか多分ね、あのウピンに入る前は違ったんですよね。どうでしょうかはい、ザラさん。

日本語勉強した時から。はいへ。日本語勉強して、よし、私はそのちょっと違う仕事しようということね。日本語が難しいから。えー、はい。<laughs> なるほど。確かにね、日本語もね、そんな簡単じゃないですよね。なるほど。まあ、次のね、あの、勉強も。

うん、高校の時に、はい、あの、IT の勉強をしながらあよ、将来 IT 関連の仕事したいというふうにね。はい、うん。なるほど。はい。なしわさんはどうでしょうかあ私は去年から、うん。去年から考え始めたんですね。はい。はい、えーいや、最近。最近。私はあアルバイトを探しています。うん Uh, <Okay. S 1> SNS にとか、mm. Web にとかアプリケーションにも探しています、mm. uh, そしてインドネシアインドネシアの求人は2番目デジタルマーケティングと4番目クリエイターショックが、mm. 一番多いです、mm. だから私は 去年から、ね、でも私はなんか理由,理由が分かります。うん、何でしょうあコロナファイルスのせいで、うん、あ人はもっと家に行って、うん、オンラインで買い物をする。うん、だから会社はオンラインで広告を しなければなりません。そして IT は、IT が進んでいて、競争も増えています。それに、若者はオンラインコンテンが好き。だから私は考えて、あデジタルマルティングいいねとか。 なるほど。はい。確かにね、デジタルマーケティング、今もね、すごいもうやってる人増えてると思いますね。給料った分い,いかもしれないですよね。はい。うん。はい。じゃあ、トリ i タ t さんはどうでしょうかいつからその仕事を考える心理ね。 心理の仕事を考えるようになったんですか友達が、わあ、スクレスあの漢字の勉強難しいどうしようとかなんかその人を見て、私はよ、よし、シンリがくしになりたいとかいう感じですかあはい、先生、私はここからあ私は、心理になりたいです。でも、ガクス、ガク、ガクセイから、 うん、日,本語日本語学科ありますから、うん、わた今私は、うん、講師になりたいです。<laughs> はい、うん、なるほど。わかりました。ティアナさんははい、いわ<た>うんあ私は小学生から。お ええじゃあ結構前からの仕事で、まあ、なんていうか、憧れの仕事ですか何を見てそうなりたいですかえっ、ー、なんかあ教えるのが好きなの。好きです,きですからね、なるほど。わかりました。うん、はい。えっ、ー、と、なんか、エンベカ M でなんか参加しましたティアナさん。 MBKM de nang kampus mengajar to sangka si mas ah mada des ka mada sensei mada ne ninen mai eh ninen 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 sei ninen ne sanen no kohang ne ne sono toki ne ano nasiwa mo zara sang mo iron na kaisha ni haite ne あのいろんなところに行って勉強。まあ、そのときもいいかもしれないね。トリアティアさんは、えっ、ー、と、心理関連の会社は、うっぴっとまだ MOU がないですよね。うん、はい。ザラさんは何でしたっけ、ザラさんザラさんはマネジメントですよね。マネジメントは、うん、あると思いますね。経済かなんか。うん、うん、はい。 ね、はい。で、俳優さんもエンジニアの IT ね、IT たくさんあります。IT たくさんあります。はい。そうそう。うん、また、あの、エンベカ M のプログラムを使ってですね、皆さん、インターンシップで行って、で、実際、会社ではどんな、どんな能力が必要とされるのか、それを分かって、で、あの、 早く勉強していやとにかく早く早くですよね。他の人も同じこと考えているので、ね、皆さん早く仕事身について、あのーまあね、能力を高めるのが一番ですよね。はいじゃあ、えーとまあ、それ、まあ、皆さんの将来の仕事を実現するには、こうなんかやっぱり、あのー、心配なことがあるんですね。

ああ。だから心配あ事ができな,いなるほどあの。その仕事になってからなんかできない。うん。なるほど。まあ、準備ですよね。今から。先輩の話を聞いてもいいかもしれないですよね。はい。<あ>頑張り そう、うん、うん。先輩の話を聞いて、先輩どんなこと困ってるんですか、うん、でも楽しいこときっといっぱいあると思います。大丈夫。ね、<laughs> はい。どうですかトリアテアさんは心配なこと、うん。はい、先生、私も、あナシオさんは同じです。ああ入り、 Uh, oh, sini gaku ni hai di masa yang sore kara hai mm. mm. sini gaku ni hai renai uh, noga uh, sini gaku gakkan mm. no ga eh uh, mm. hai renai noga simpai so, ano siri tsu dai gaku akan ngai tenai eh se gome gome eh siri tsu universitas swasta universitas swasta datara okane ga たくさんあれば入れる。だけどちょっとお金ね、かかるんですね。うん、国立は <laughs> 国立はちょっとお金は安いけど、学費は安いけど、競争率あるからね。ティアテアさんはどうしても心理学の,あの専門にの仕事したいんだったら、ね、私立大学を選んで心理学学科に入れるかもしれません。ね。 はい。ありがとうございます。じゃあ次、ティアナさんは心配なことありますかその仕事。保育士関係の仕事。えー、はいあ。私は先生の給料が心配。心配。うんうん、少ないと思います。少な, <laughs> 少ないですね。うん、確かにね、うん。でも、例えばティアナさんは自分の学校作るとか。 自分でお金設定できる <laughs>、ね。いいかもしれないですね。まああのーえー、先生の給料が低いのはあのー、多分ティアナさん、例えば、えー、なんで低いと、あのー、給料でされるかあ、やっぱり IT 能力持ってないとかね、あやっぱりなんかこ,れこの能力が持ってない、じゃあ私はそれ頑張ろうとか,なんかね。 ぜひぜひ考えてみてもいいかもしれないねどう。どうすれば自分が先生の給料を高めるにはどんな能力が必要なのかということですね。うん、はい。じゃあ、そうしたら、俳優さんははい。私はっと仕事にあるけない。うん え、なになに。はい、あ、あ仕事にありつけない。ああ,あ、仕事がないかもしれないってこと。でも、この要素ではあるかもしれないからね。結構ある、ある、たくさんある方なんで。多分いろんな、あの企業見て回るのもいいかもしれないですよね。うん、はい、ええー、ザラさんはどうでしょうか。えっと、私は、ええ、メンチャツで、え、うん、わからないので、はないかと思い。うん 思うので、えっとうん、もっと勉強しん、はい、なるほどね。はい。確かに、あの、まあ、今からね、たくさん、あの今2年生の時だから、ぜひぜひ、この休みの期間も使ってるといいかもしれないですね。うん、<え>はい、うん。でも、あの、いろんな先輩ね。 のの話を聞いてるあの聞いてみるのもいいいいててるるももかしれないですねやっぱり心配のことはあの持てるのはいいんですけれども楽しいこともきっといっぱいあるのでぜひぜひねその楽しいことを見つけてですね皆さんあの将来にする仕事をあのぜひあの、ね、あの手に入れるといいと思いますね。はいまあ、お金も時間もあのかけると思いますのでね またそういうところも考えてみてもいいかもしれないですね。はい。じゃあそしたら、えっ、ー、と、なんかわからないところとかありますかこの,書,あの書類、この資料を読んで。先生、なんかもう、はいあ、私はこの記事、うん、あ読んでから、うんが、記事によるとたくさん、うん 日本の会社は IT エンジニアが探しています。うん、IT エンジニアの経験者か、うん、未経験者もいいです。うんうん、しかし、うん、会社のために、うん、経験者がもっと良いです。うん、だから、うん、IT 関連の仕事を探している前に、 Uh, IT について学ぶ方がいいと思います、うん。そうですよね。あとはインターンシップですよね。私は日本語の学生ですが、うん、なんか IT も学ぶ方がいいと思います。うん uh, 将来、うん uh, 給食の時にきっと役に立つと思います。 なるほど。はい。うん。そうですよね。はい。ザラさんはどうでしょうかこの記事読んでどう思いますかちょっと待って、先生。はい。えっ、ー、と、俳優さんじゃ、俳優さん。えっ、ー、と、この記事を読んでどう思いますか面白いところは何でしょうかはい、先生。この記事を読んで面白いところは、うん なんでしょうか。記事この資料ね、この資料読んで、はい、なんか面白いところなんでしょうか。えっと、あん、もっけん、あこの記事は、えっと資料は、え、あ、何あす、あ。 Hai, uh, jadi kita lebih tahu uh, pekerjaan buat masa depan, Sensei. Hmm, shorai no shigoto. Hai, sorry, Dona shigoto. shigoto ga aru no ka, tuyu no ga wakaru yo ni naru desu ne yo ne. Hmm, wakarimashita. Hai, Eh, priyatea-san wa uh, dou deshou hai, Sensei. Uh, kono artikel wa, Hmm コロナファイルスは仕事に大きな影響を与える、そして人間にとって変わることができるので、かなり怖いです。うんまあ、そうですよね。はい。えー、っと… コロナのパンデミーですよね。のおかげで、でもね、あのこういう風にオンラインでできるようになるとかね、前は考えてなかったんですよね。で仕事も,もう必ず会社に行かないといけないというあ仕事が多かったんですけれども、今はもうどこからでも仕事ができるというのが、ね、皆さんあのやるようになってるんですよね。なので、まあ、怖い面もあるんですけれども、あのね あのいい面もあると思いますね。うん、はい、えー、じゃあ、ティアナさんはどうでしょうか私は俳優さん同じ。この記事から、そういうの参考になる仕事がいくつかあることが分かりました。うんうん、はい、なるほどね。 まああのー、まあこれでちょっと分かってからちょっとよしじゃあこれから準備しようとかね将来、あのー、この仕事がなくなるかもしれないしこの仕事がまあ増えるかもしれないので皆さんチャンスをね取ってそれから頑張っていくということいいかもしれないですねじゃあサラさんどうでしょうか えっと、相手を使った仕事はとても面白くて、うん、仕事が楽になります、うん。そうですよね。マネジメントの方もね、はい、相手の,、はい、あの技術をうまく利用して、マネジメントするのもいいんですよね。うんうん、はい。だけど、それはやっぱり勉強ですね。今は勉強の時間、皆さんぜひね、そういう。 あーこととに関してえししててっかり勉強していいと思い思ますはいじゃあそしたら皆さん今日はありがとうございました。本当にね、あの楽しい会話ができました。えっ、ー、とまあ、あの、将来の仕事はどんな仕事がありそうなのかということを私たち今把握できました。で、あの我々ね、 あのまあ、私もそうですけれどもえ私将来どうしようかなペハカされるかなとかね先生が必要とされないとえどうしよう皆さんも自分で YouTube から Google 翻訳からも日本語を勉強できるのでどうしようかなというのも私もあの考えていますなのでこの YouTube ね YouTube 使ってあの日本語を教えるというのも考えるようになりました。 なので皆さんもね、ぜひいろんなチャレンジをあのしてみるといいかもしれません。はい。えー、はい。すませんはい。はい。うん、いいですよ、はいあ。私はなんか心配ですけど、うんん、日本とインドネシアはいい関係があるので、うんうん、将来にもっといろんな日本の会社はインドネシアに建てられます。うんうん うんなるほどそれできっと仕事のチャンスも行くなりますうんだから多分。 将来心配はいらない。ああはい、<laughs> わかりました。はい、じゃあ私も心配いらないですよね、はい。日本語の先生、あるかもしれないですね、ずっとね。OK、はい <laughs>、ありがとうございました、うんあの。今日私がちょっと面白かったのが、皆さんが将来の仕事というのは、日本語の先生だけじゃないというのがすごい。まあ、いいことだと思いますね。うん、あの時代に合わせて仕事をあの選ぶというのも、あの すごい良かったと思いますそれでは、えー、終わりにしましょうね今日の Hai. Hai, eh demikian minasang obrolan kami ya terkait pekerjaan di masa depan ya dan uh, saya agak cukup kaget ini ya dengan uh, apa cita-cita nih cita-cita pekerjaan yang ingin dilakukan oleh teman-teman di sini ternyata memang tidak uh, sudah tidak mengarah ke guru bahasa Jepang saja ya tetapi sudah ke berbagai bidang tetapi memang uh, sepertinya perlu ada banyak pembelajaran ya untuk bisa sampai lulus nanti langsung bisa mendapatkan pekerjaan seperti menjadi manajer di perusahaan atau menjadi uh, apa IT engineer atau menjadi tadi apa eto digital marketing ya dan juga menjadi ini uh, apa triatiasang Uh, apa konseling ya konselor ya oke okay. kemudian Tiana sang uh, guru bahasa Jepang untuk anak SD barangkali ya anak tiga tahun langsung belajar bahasa Jepang mungkin bisa ya. <laughs> Hai, sore Dewa Minasang, terima kasih atas pembicaraan yang menarik hari ini. Eh, dan kepada Minasang yang sudah menonton eh, video ini, terima kasih banyak. Ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang berbeda. Sore Dewa Minasang, sayonara, bye bye, Nara.